7月30日、桜ヶ丘公園で豊川市青年団盆踊り大会が5年ぶりに開かれました。豊川市青年団協議会が主催するこの盆踊り大会は、以前は毎年行われているものでしたが、最近では団員の減少により行われなくなっていました。歴史は深く、江戸時代から存在したという青年団。現在の団員の親の世代には、一つの団で100人前後が所属していたということです。今では4つの団が集まって35人前後になってしまいましたが、一生懸命協力して盆踊りを開催することになりました。盆踊りでは、豊川観光音頭や豊川手筒祭り恋歌といった豊川にちなんだ曲が流れます。事前の盆踊り練習会に参加した人も、当日来た人も合わせて参加者は楽しそうに踊っていました。今年から新しく始めたビンゴ大会では、青年団の活動を知ってもらうために一工夫。配るビンゴ用紙には、数字とともに施設や行事など、青年団の活動に関係あるものが記されています。景品は協賛企業からの花火や金券です。90個ほど用意されていたという景品は、あっという間になくなってしまいました。まあ、かなりのたくさんの人が来てくださって、とても今安心して、まあ、団員皆さんもね、とても楽しんでやってると思うので、その楽しさを、まあ、一般の方々にも一緒に共有できたらなと思っております。踊りました。みんなで踊れるところが楽しかった。だけど元が当たったもんで、それは良かった。当日は400枚用意したビンゴ用紙は全てなくなるほどの参加者が訪れ、それぞれ夏の夜を味わっていました。